どうも、影やんです。今日はですね、2021年5月の9日日曜日、日曜日の朝の空晴れてますね、気持ちのいい朝、からのスタートということで、今日は、ちょっと野菜を見ていきますけども、今日は日曜日なんで皆さんゆっくり、朝ゆっくりなんでしょうね。僕は6時半ですかねに起きましたということで、まず、きゅうりですね。きゅうり見ていきたいんですけども、まだきゅうりのあれは出てないですね、ということで、こちら唐辛子ですね。唐辛子がまあ光もしっかり当たってますし、こういい感じのこう葉っぱの感じですね。はや、あの艶とかね、そういうのはいい感じかなと思います。まだね、その唐辛子のその実というか、その辺はまだできてないかなというところであります。で、ナスですね。ナスに関してはですね、これですね、これ見えますかね、これが、実になります。これが大きくなっていったら、ナスになっていくということで、もうまだちょっとこう成長度合いはちょっとゆっくりかなというところで、こちらもね、一応これがそうなんかな、と思うんですけども、これもね、これはナスは買ったとこなんですけども、ナスのその実というか、その野菜の部分がこう、赤ちゃんの部分ができているかなというところですね。今日は天気は？今日は0、10か10、0やから。あ、今日は晴れるみたいなんで、しっかり光を当てていただいて、育っていってもらいたいなというふうに思います。ということで、今日は日曜日、ゆっくり過ごしてください。ということで、ありがとうございます。